いやー、カルティエの新作楽しみだな。どんなのが出たかな。え、トーチュめっちゃええやんけ。しかもクロノグラフのモデルもある。あー、カルティエプリベね。まあ復刻はね、しょうがないよね。世界限定200本でも。で、あとは、あ、サントスティモンの新しいダイヤル。アラビア数字はカルティエだと珍しいんじゃない。世界限定200本。おう、それから赤いサントスディモンね。ん、何これ、数字が逆やんけ。え、これ針が逆に回るの。おもろいやん。時計回りっていう概念ぶち壊してんな。で、これは世界限定200本。いや、限定品ばっかりやんけ。はい、というわけでカルティエの新作なんですけど、いや本当にね、気になるやつが軒並み限定ものっていうことで思わず茶番を繰り広げてしまいましたが、ここ数年のガチの心の叫びなんですけど、特にカルティエプリベですよね。めちゃくちゃいい復刻ものを出してるのに限定って悔しいです。いや、バシロンのヒストリークみたいな感じでレギュラーラインを作ってほしいですね。はい、じゃあ気を取り直してレギュラーモデルで気になったやつを取り上げますと、やっぱり一番はサントス・ドゥ・カルティエデュアルタイムですよね。カルティエってシンプルな三振の展開が多いので、こういう機能を乗っけたモデルって珍しいですよね。サントス推しとしてはこういうコレクションの展開はありがたいですね。それでダイヤルは三連仕上げのチャコールグレーダイヤルで、これも色味がいいですね。三振 MM にこの色のダイヤルが来てほしいなと思ってしまいました。それでサイズは LM に近いので少し大きめっていう感じでしょうか。価格も LM モデルプラス20万円くらいなので、サントスの選択肢としてバリバリありだと思いました。はい、で、あともう一つ触れておきたいんですが、これもまたサントス・ドゥ・カルティエなんですけど、 LM と MM モデルに新色のブラウンダイヤルのものが追加されましたよね。いや、新色追加ありがてー。去年もグリーンが追加されましたし、引き続き多色展開してもらえるといいんですけどね。それでブラウンダイヤルですけど、結構渋めの色合いですよね。これは上手に年を重ねたおじさまがつけているとかっこいいやつじゃないですかね。いわゆる小僧にはつけこなせないみたいな、なんとなくのイメージですけど、秋とか冬にセーターにこれを合わせるっていうのがすごくマッチしそうですね。はい、でですね、別の動画のコメントで視聴者の方がこれが発表になる前にブラウン出るぞっていうのを教えてくださってですね、本当に出てびっくりしたんですけれども、これだけじゃなくてですね、動画を見てくださっている皆さんにいろいろ教えていただいて非常にありがたいなと思った次第です。はい、そんな感じでカルティエの新作なんですが、とにかく限定が強いといった印象でしたね。もう少しレギュラーモデルを強化してもらえるとありがたいんですがね。はい、では今回はこの辺で失礼します。それではみんな、あったかくして寝ろよ。